では番組の最後、視聴者の皆さんからいただいた写真を紹介します。まずはキーアンさん、初めての節分、手の力もついてきて自分で恵方巻きを握ることができました。まだ食べられないのでパパがパクリ、来年は家族みんなで丸かじりだといただきました。これずっと見てられますね。可愛らしいですね。結構大きな、ね、恵方巻きなので力がついてきたの本当に分かりますね。はい、なんだかお食い初めのようですね。可愛らしい、ありがとうございます。続いてケンさん、西銀金沢のお手伝いで西武へ、今年で西武でのラストゲーム、興味ある方一緒にボランティアチーム支えましょうといただきました。そうですね、開幕まであとわずかですし、まあ、今シーズンを終えて来シーズンからは新しいスタジアムが使える見込みですからね。ケンさん、開幕まであと3日なのでワクワクしていらっしゃるでしょうね。楽しみですね。続いて和豊さん、のと島水族館の帰り道、たつる浜や町公園付近の空き地で撮影に成功した常備滝です。渡り鳥で春になると日本を離れてしまうそうですといただきました。ということはもう今の時期じゃないと見られない鳥なんですね。貴重な写真ありがとうございます。最後はとめちゃんさん、昨日投稿していただきました、今日の雪で両足に雪だるまといただきましたよ。これも可愛らしいですね。雪道の散歩を楽しんだのが本当に一目瞭然ですよね。なんだかあのはしゃいだのか、それとも冷て冷てってこう雪がたくさんついた感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。北陸朝日放送では視聴者の皆さんから写真や動画の投稿を募集しています。どんなジャンルでも構いません。投稿は HAB アプリからお願いします。皆さんからの投稿をお待ちしています。